この夏1人10万というのがコロナ対策の一環としてなされましたが、当然貯金が減るのかと思ったらとんでもない、その分だけ貯金は増えました。全然金には困っている方の数は少ない。ゼロじゃありませんよ、困っておられる方もいらっしゃいますから。しかし現実問題、預金貯金は増えました。麻生大臣はこのように述べ、国民一律で10万円を支給した特別定額給付金は貯金に回ったとして、消費を刺激する効果は限定的だったとの認識を示しました。